エドフ神殿へようこそエジプトでも最も保存状態の良い古代遺跡の一つですこの神殿はナイル川の西岸に位置し古代エジプトの神話における強力な高のダパマを持つ神ホルスに捧げられていますこの神殿はプトレマイオスチャール時代紀元前305年から紀元前30年のエジプト建築の壮大さを物語っていますエドフ神殿の建設は紀元237年 プトレマイオス3世の治世下で始まり、紀元前57年頃にプトレマイオス12世、つまり有名なクレオパトラの父の治世中に完成しました。神殿はホルスに敬意を表して建てられました。伝説によれば、ホルスはオルジュであるセトとの激しい戦いに勝利し、父オシリスの死を復讐しました。この伝説は神殿全体に描かれたした詳細なレリーフや碑文に示され、 古代エジプト人の神ミエグ、雷星、そして宇宙の秩序に対する信仰が生き生きと描かれています。37メートルほどの高さがある壮大な東門を通り抜けると、ホルスが瀬戸に勝利する巨大な描写が見られます。これらのレリーフは善と悪の永遠の象徴しています。東門にはまたファラオがホルスや他の神杉に供物を捧げる場面が描かれており、 王と神関の神聖なつながりを強調しています入り口の先には大きな中庭がありますここは祭りや儀式が行われた広い空間で祭礼の際には神官や一般市民が集まる場所として機能しました中庭の向こうには柱様式の外殿がありその柱はロータスやパピルスなど上エジプトと下エジプトを象徴する植物模様で装飾されています この殿の天井は今でもしっかり残っており当時の壮大さを感じさせますさらに神殿の奥に進むと内殿に入りますここは神官しか入ることのできない神聖な場所ですこのエリアは暗く日常の世界から神杉の神秘的な領域への旅を象徴しています壁にはホルスを耐える儀式の様子が描かれており美しい出会いの祭りと呼ばれる年次祭ではホルスが妻ハトホルに会いに デデンデラの神殿を訪れれる場面も記されています神殿の中心部には最も神聖な場所である思想書があります。この部屋にはかつてホルスのケネの像と神聖な船が安置されておりそれは神の行列に使用されました。思想書は黒い花崗岩でできており元の像は失われてしまいましたが。 ああ古物が捧げられた祭壇は今でも残っていますエドフ神殿の特筆すべき特徴の一つはナイルメーターですこれはナイル川の水位を測定するために使用された装置ですナイル川の毎年の氾濫は古代エジプト人にとって非常に重要で彼らの農作物に肥沃な土壌をもたらしました神官たちはナイルメーターを使用して氾濫の高さを予測し 作物の収穫の見通しを立てそれに基いて税の額を決めました。神殿の外壁をめぐ,めぐると神殿の建設や歴史に関する物だれが焼かれているのがわかります。これらのレリーフには神殿の使用法や神官たちの日常生活についての話も含まれています。2000年以上前に建設されたにもかかわらず江戸府神殿は砂漠の砂によって何世紀にもわたり覆われていたため、 驚くほど良好な状態で保存されています19世紀に発見され発掘されたことで古代エジプトの宗教建築の壮大さを再評価する機会が得られました今日神殿は古代エジプトの世界と彼らの社会における宗教の役割についての貴重な洞察を提供しています私たちのツアーの終わりに ぜひ江戸風神殿の規模と美しさをじっくりとご覧ください。これは古代古代エジプト人の驚くべき業績を思い起こさせるものであり彼らの工学的な成果だけでなく神舞への献身と彼らの世界観をも示しています。この歴史の旅にご参加いただきありがとうございました。